アメリカ合衆国の画家、写真家、彫刻家である。実写主義を追求し、アメリカ近代美術の父と呼ばれることもある。フィラデルフィア出身。カリグラフィーの教師だった父の仕事ぶりを見て育つ。ペンシルベニア美術アカデミーで学び、1864年から1865年まで、ジェファーソンメディカルカレッジで解剖学を学ぶ。 当初は父と同じ職に就くつもりだったが、科学分野に対する興味から次第に医者を志す。1866年から1870年までパリに渡るとジャン・レオン・ジェロームに指示する。フィラデルフィアに戻り1878年から母校のペンシルベニア美術アカデミーの教師となるが、考え方を求進的とみなされてしばしば攻撃の的にされた。 美術の授業にヌードモデルを使うべきだと主張。ついに1886年には女生徒に男性ヌードを描かせたとして解雇されてしまう。弟子にジェシー・ウィルコックス・スミスがいる。リアリズムの悪なき探求から解剖学も学んでいる。1875年には代表作といわれるグロスクリニックを描き、解剖のシーンを扱ったため物議を醸した。 この作品は長く母校ジェファーソンメディカルカレッジが所有し2007年にペンシルベニア美術アカデミーとフィラデルフィア美術館の共同所有として6800万アメリカドルで手放した。現在は複製画を掲示している。グロスクリニック、ペンシルベニア美術アカデミー、フィラデルフィア美術館、スカルオ・コグ・マックス・シュミット部分メトロポリタン美術館、考える人メトロポリタン美術館、 出版都市順ウィキメディアコモンズには、トマス・エイキンズに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。